ということでですね、前回の動画でこんな感じで穴掘って、コンテナですね、コンテナを沈めました。でこれで、確か前の動画でも言ったんですけど、こういう水草とかをですね、入れずに、ビオトープをね作るって言ったんですけど、さすがにこのコンテナにただ水張っただけではい完成ってわけではね、なくてですね、ここからねちょっとねいろいろやっていくんですけど、さすがにねこのままだと、これに水張っただけだと、まあ多少トンボとかは来るかもしれないですけど、それだとちょっと今回目指すねビオトープとは違うので、ここからですねちょっとね一工夫っていうか、まあ手をね入れていきたいと思います。やはりねこの何もない状態に水張っただけだと、多分ねここに来る生き物としては限られてるんですね。例えば水面があれば産卵する塩辛トンボとかだったら、まあこう水張っただけでも塩辛トンボは発生して、まあ、塩辛トンボのねビオトープはできるんですけど、この前も紹介したアジアイトトンボとかはこういう水草ですね、水草にこう卵をね産みつけるので、アジアイトトンボはこの水草がない状態だと、ここではね育たないですよ、卵を産まないので、なのでこうビオトープを作るにあたっていろいろな環境ですね、例えば塩辛トンボが好む、開放水面で、アジアイトトンボが卵を産む、植物ゾーン、そういうね、さまざまな環境をこのビオトープに作ってあげることが、かなりね重要になってきます。なのでビオトープにさまざまな生き物を呼ぶ場合は、そういうね多種多様なね環境を作ってあげることが大事なので、なのでこのビオトープにも先ほど言ったようにこの植物を入れたいんですけど、今回はそのまあできるだけ、ね、自然に近いビオトープを再現したいということで、こういうねまあほとんどねまあビオトープで使われているのは外来の水草が多いので、今回はですね、日本のね在来の水草だけでね作りたいと思います。で在来の水草を、まあ買ってきて、植えるとかではなくてですね、今回使うのはこちらです。これねもう取ってきてあるんですけど、これね何かというと、ちょっともう生えてるんですけど、ちょっと時期がもう遅くなっちゃったりなんですけど、これ田んぼの土をね取ってきました。まあ勝手にね取ってきたわけじゃなくて、自分の親戚が田んぼやってるので、まあこの地域のですね、まあ本当自分家からまあ同じ地域の田んぼの土ですねを取ってきました。取ってきたっていうかね、まあいただいてきましたね、この3バケツ分ですね。なので今回使う水生植物としては、こちらのですね田んぼの土のシードバンクを使おうと思います。まあ、毎度種子ともね言われるんですけど、まあシードバンクって何ぞやっていうとですね、これ田んぼの土ですね、まあ見てもらえば分かるんですけど、こんな感じでねもう草が生えてきてますよね。この田んぼの土とか、まあいろんなところの土ってこう植物の種がね結構埋まっちゃったりするんですね。この田んぼの土の中にはですね、いろんな水草とかね、まあ、雑草の種がねいっぱい入ってます。なのでこの田んぼの土をですねもうここに敷いてあげることによって、勝手にですねこの田んぼの土に眠ってた在来の水草とか、まあ、雑草のね、芽が出てくるので、わざわざ、ね、水草を導入しなくても大丈夫なんですよ。まあ、土を入れるだけで、まあ、その植生もね一気にできるというね、めちゃくちゃ、まあ、楽ちんですし、まあ、自然度が高い、まあ、その地域にある植物を、ね、育てれることができますので、こちらをですね田んぼの土をですね入れていきたいと思います。まあ、この田んぼの土を入れることによって、まあ、泥の環境もできるので、まあ、泥をですね、まあ、ヤゴとかの隠れ家にもなりますし、そうですね、まあ、水質は安定にもなりますしね、植物も生えてきますということで、本当に、ね、いいことばかりですね。で今回ですね、そのこの田んぼの、ね、土を、ね、取り行ってきた時の様子ですね、まあ、どんなところから取ってきたのかとかね、そういうのが分かると思いますの で、ちょっと、ね、この田んぼの土を取り行ってきた、ね、様子をご覧になってみてください。ということでですね、田んぼの土を親戚の、ね、方からいただくことになって、こちら今田んぼに来てます。まあ、ここの3つの田んぼと、まあ、こっち2つの田んぼがそうで、勝手に取ってっていいよってことだったんで、この辺の、ね、田んぼから良さげなところで、ね、田んぼの土を、ね、取っていこうかなと思います。久しぶりに、ね、田んぼとか来るといいですよね。ただ水草的なのがどうかな、まあ、この辺とかなんか生えてはいますけど、そんなガッツリではないですね。ちょっとね、さーっと見て良さげなところね、取っていこうと思うんですけど、このね水路を見てみるとですね、これ絶対これヒメタニシだよな。
ヒメタニシがいますね。この前ヤフオクで買ったんですけど、いやめちゃめちゃいるな。めちゃめちゃいますね。この水路にヒメタニシめっちゃいるな。ちょっと何匹か回収してこっかな。ヒメタニシもいるっていうのは、めっちゃめっちゃいますね。ヒメタニシ、ヒメタニシがめっちゃいます。で、そうですね、良さげそうな土、どうだろうな。パッと見、パッと見どこもそんな変わんないかな。どこもそんな変わんなそうなんで、まあこうどっかこの土の中にね、埋まってる種にねかけますか。表面上だとね、あんまりそんな出てないんですよね。ちょっとね、いろいろもうちょっと見て良さげなとこね、抜いていこうと思います。ちょっと見てたらですね、ここだけめちゃくちゃ自然度の高いね、水路ありましたね。こっちはね、三面コンクリで、まあもう本当ヒメタニシぐらいしかね、いないような、なかなか、厳しい環境なんですけど、こっちはね、こう舗装されてなくて、もう完全にね、泥、両サイド泥でめちゃくちゃいい水路ですね。メダカとかね、いても全然ありな、ような環境です。こっちもね、ヒメタニシが結構いますね。ヒメタニシがいて、なんか他生き物いるかな。ちょっとね、生き物いるか探索してみたいと思います。アメンボはいますね。アメンボは結構います。何アメンボかね、ちょっと昆虫の童貞はあんま自信がないのでね、あれなんですけど、アメンボがいて、さっきね、ちょっと先にチラッと見たんですけど、エビがいたんですよね。多分沼、あー、いますね。南沼エビ、まあ沼エビですね。多分なんかの代わり沼エビかもしれないですけど、なんかのね、沼エビがいましたね。ここのこの辺は水温めっちゃあったかいな。あ、いますね。あ、こっちもいるな。まあ沼エビですね。こっちもいるな。なんとか沼エビですね。代わり沼エビかもしれないですし、普通の在来の沼エビかもしれないですけど、ちょっとね、わかんないですね。あ、そっちも泳いでますね。ちょっとね、網持ってきてないですし、沼エビはまた童貞がね、難しいのであれですけど、あそこにもいるな。沼エビはいっぱいいますね。あ、こっちも泳いでますね。沼エビが、エビがいますね。まあ、でもザリガニとかはいないですし、パッと見ね、ジャンボタニシもいないんですよね。このヒメタニシだけでなかなかいい環境だな。これぐらいだったらね、メダカも全然住める環境なんですけどね。この辺にね、沼エビですね。ちょっとパッと見は、まあ沼エビが在来かどうかわかんないですけど、在来種っぽいのばっかりですね。いいですね、このね、自然度の高い水路が、かなりいいです。自分的にはね、この辺です。水草的なのはほとんど生えてない感じですね。ヒメタニシがめっちゃいるな。ちょっとね、何匹か捕まえていきましょう。まあ、明らかにね、ジャンボタニシではないので、大丈夫だとは思います。まあ、ジャンボタニシだとですね、生きたままの運搬とは特定外来生物なので禁止になってしまっているので、皆さんもですね、採集する際は、気をつけてください。まあ、ですしね、ビオトープ入れちゃうと植物ね、食べちゃったりしますので気をつけてください。タニシの上に沼エビですね。まあ、こんな感じでですね、いろいろこの水路見たんですけど、やっぱですね、まあ、いるのはこのヒメタニシと、まあ、沼エビだけでしたね。なんでね、メダカとかもね、いてもね、おかしくなさそうだったんですけど、メダカはね、いませんでしたね。こんな感じのね、結構自然度の高い、まあ、なんだ、用水路でしたね。なかなかね、雰囲気あっていいと思います。まあ、自分の動画ではね、あんまりこういうのね、自然のやつ見ることないんですけど、今後ですね、ちょっとね、こういうとこ、まあこういうとこじゃないですけどね、まあガサガサとかね、やれたらね、いいですよね。生き物とかね、自分もね、捕ますの、水辺の生き物ね、捕まして観察したりね、するの好きなので、まあ後々ね、サブチャンネルとかでガサガサとかやってね、動画アップしていきたいなと思ってもいます。パッと見ね、多分ね、どこもそんな状況変わんなかったので、まあ、こっちとこっち、まあ、何箇所かですね、適当に、バケツに放り込んでいこうかな。これとかもなんかあれなのかな。まあ、この辺の土とかね、適当にちょっと持っていこうと思います。まあ、こんな感じでちょっと草の生えてるとこですね。ちょっと草生えてる。もはや全然草がないと思う。なんかカエル出てきた。多分ツチガエルかな、これは。ツチガエルかなんか出てきました。こっちもヒメタニシいますね、田んぼの方にも。いや、春ですね。
ということでね、バケツ3杯分の土ですね、田んぼの土と、あと姫谷塩をちょっとね取ってきました。多分30匹ぐらいかな、ちょっとね取ってきました。これちょっとビオトープに入れてみようと思います。これはまた別のメダカビオトープで、こっちはでも完全に生き物ゼロから、まあ多分こんなかも多少入ってるかもしれないですけどね、ゼロからスタートしたいので、こっちには入れずに、こっちはメダカの容器でもねちょっと入れてみましょうかね。まあこんな感じで収穫です。いいですね、この久しぶりの自然。こっちレンゲが咲いてますね。ちょっとレンゲも見てこよう。こっちはねレンゲも咲いてますね。綺麗です。うわびっくりした土ガエルがいましたね。いやー綺麗ですね、レンゲがめちゃくちゃいっぱい咲いてますよ。あっちとかにも分かりますかね。こんな感じで綺麗ですね。この辺とか多分セリも生えてますね。これセリですね、多分この辺セリも生えてます。まあ多分ね動画の尺的に、今ね田んぼの土を取ってきましたよみたいな動画アップして、多分ね尺はもういっぱいになってきますので、次回はですねいよいよこの田んぼの土をですね、このプラ舟に、レイアウトして、まあ、これちょっと掘ってあるのでこの辺を埋めて、なだらかにしてこの土、こっちの地面部分とこっちのなんだビオトープ部分がうまくねつながりがあるようにするみたいなねやつですね、そちらの作成をやっていきたいと思います。ぜひね今後のこちらのね超自然派の本格的本当のビオトープのね、なんだビオトープ作りもですね、ぜひね楽しみにしててください。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本当皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。またねヤフオクでスリアン水生植物、購入してくださった方もありがとうございます。今もですねヤフオクでスリアン水生植物、絶賛販売中ですので、ぜひねヤフオクかつメダカスリアンビオトープ、検索してみてください。今年からですねヤフオク以外でも、スレン農園の、ね、メールアドレスや、ツイッターインスタの、ね、DM 等でも、直接、ね、スレン農園の、水生植物、購入できるようになりました。詳しくは概要欄に貼ってあります水生植物の購入方法ですね、そちらをご覧になってみてください。または、ね、インスタやツイッターの、ピン止めしてるね水蓮農園の水生植物、購入方法を、ご確認ください。店舗販売ではね、大阪にあります箱庭物語さんや、静岡県にありますね赤玉ちゃんのお店で、自分のところねハス水蓮水生植物、絶賛販売中です。ぜひねお近くの方は足を運んでみてください。概要欄に住所とねリンク貼ってますので、そちらからご確認ください。あとサブチャンネルではね海洋植物チャンネルもやってます。海洋植物好きな方はね、ぜひねそちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。激レアのね冬入りモンステラなんかをね販売したりしてます。なんかもうすでにゲンゴロウが今来てましたね、こっちのビオトープじゃない方に来てたので、こういう子たちがですねこっちに来てね、ゲンゴロウが卵を産んで育ってで幼虫が上陸してサナギになってまた成虫になってこっちに来てみたいなねサイクルがねできたらいいなと思ってますので、今後もねぜひ楽しみにしててください。ではまた。果たしてこの何もないとこからどうなっていくのか。